頑張れ頑張れ、できるできるお前ならやれるって、気合だ気合、諦めんなよ。お前どうしてそこでやめるんだ、そこで。お前は富士山だ、お米食べろ、ネバーギブアップ。なんだよ。はじめまして、東北キリさんです。突然ですが、私マイクやっちゃいます。ホースはいつものロシアです。このマイクはキャッシュで購入なんですよ。ちなみにコストコでやると怒られるので、良い子のみんなはやめようね。ちょっと開幕からのミスが目立ちますね。ライガードンの故障するね。まあここは畑から人が取れるロシアなので問題ないでしょう。ソビエトロシアでもバイクのライダーくん、どんぐり全部はたいてアンロックしたのかいいんだけど、ショッピングカートでバイクするだけでめちゃめちゃ難易度上がるんですよ。ババ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 バ。自分の乗ってた車に轢かれることもあるので運転には気をつけよう。飲酒運転禁止。今思ったんですけど、これライダー乗ってるだけですよね。あ、そうなんだ。カートに入れられているだけですよね。それが何か問題。カートくんには自我がある可能性がビレそう。はっ、まあそんなわけないよね。おっしゅーちょっと、うわっちょっと。そういえばこの間やっとハードをアンロックしたので、記念にブリテン島に上陸しましょう。コース名はスポーンヘンジ。当時小学生だった私を苦しめたゲールガン、同じ名前であんなに言ってんだ。私も小学生だね。まずは後方確認しますが、何かありそうですね。まあ進んでいきましょう。うわー、落とした。いくら初見プレイと言っても前作もプレイしている私ですから、そうやすやすと失敗しないよ。こういう坂は体重を前にかけた方がいいんだよ、キリタン知ってるよ。でもこうなったらどうしたらいいかわかんないよ。バイクの大体ことは大学で教えてもらえるんだけど、鉄上げとかお塩間とか大事だよね。ブイブイ言わせてブレーキをちょんちょんかけるとお尻から上がってくから鉄上げって呼ばれてるのはわかるのですが、お塩間は何かの略なんですかね。キリタン小学5年生だからわからないよ。このちょっとした段差でけつまずくのは非常に悔しいですね。ぬぬぬぬぬぬわーん。もうあわわわわわ。初見プレイにしてはなかなか上出来では。私にもバイクの素質。はい、今回が初投稿ですが、前回までの報告者様たちを紹介させていただきます。言い訳になっちゃうんですが、ニコニコの報告の仕組みを分かってなくて気づくのが遅れてしまいました。みんなの期待に応えられるように各機も頑張ってたし、私も頑張らないと。そうです、俺たちが今まで積み上げてきたものは全部無駄じゃなかった。俺たちが立ち止まらない限り道は続く。スターウォーズやりよう。と言ってもキリタンは小学5年生なので、エピソード0のビデオテープがこっちにあるくらいですね。あんまり内容を覚えてないけど、トラックセントラルでスターって打つだけでスタワのオマージュコースで遊べます。特にこのコース作者さんはいっぱい作ってまして、ジャングルだったり砂漠だったりいっぱい楽しませてもらいました。エフェクトやオブジェクトが動くのでとっても楽しいのですが、動かないものが一つだけあります。この ATAT 君は動かないのです。私は考えました。どうしたら ATAT 君と一緒にバイクできるか。本間さん感覚で一緒に入れたら楽しいのに、と。こうして着工が始まった ATAT ですが、最初は姿勢を維持することも困難でした。これは物理演算を利用した歩行法を採用した弊害でした。以前作った竹野和樹君は全て弱点の中だけど足踏みをしていましたが、今回は違います。足を置くところだけ指定して、あとは物理演算頼みなのですから。不確定要素の多い物理ジョイントの調整には苦戦を強いられましたが、無事完成までたどり着けたことは幸運だったことでしょう。ただ私が危惧すべきはこのゲームにバグが多く残されているということでした。あれ、なんでレグザ君を直撮りする必要があるんですか。なんだこの聞き覚えのある曲は。もう大体予想ついてるけど嫌な予感しかしないぞ。ま、待ってください、お願いします、何でもしますから。おじひいおじひい。
あなたにフラッシュバグとエフェクトバグを訴えます。理由はもちろんお分かりですね。あなたが私をこんなバグ技で失望させ、まだ保存してないセーブデータを破壊したからです。覚悟の準備をしておいてください。近いうちにフラッシュレポートを書きます。バグレポートも書き起こします。アップデートも問答無用でしてもらいます。対策パッチの準備もしておいてください。あなたはクリアルスライジングです。AC と ATAT を PC にぶち込まれる楽しみにしておいてください。いいですね。あ、そうだ、動画の注意事項を貼らなきゃ。 OK だ、画像貼っといて。了解しました。ちゃんと忘れなかった。キリタン偉い。このコースは ATAT のために急増したのもあって結構ガバガバなんですよね。で、この間スターウォーズとか言ってツイッターに流したら外人に来からお便りいただきました。ありがとね。ほとんどの PPL はこれら全てのカメラの動きが好きではない。運よく今カメラワークが少々鬱陶しく感じられはられたってことなんですかね。それでもリプライを送っていただけることはとてもありがたいです。次回のコースエディットの参考にもなりますし、うん、 AC 作れて。キリタンは小学5年生だからそんな昔のゲームわかんないや。でも投稿者は変な UI 作ってましたし、次回くらいにはできてるんじゃないかな。エイダもそう思うよね。え、そろそろキネマスタン先輩から火が出そうなので今日はここまで。それではご視聴ありがとうございました。